こんにちは。今日は、ザ・レギオン・オブ・ソウの、武器を作っていきたいなと思ってます。マニュアルだと、頭から作るようなことになってるんですけど、ちょっと最初から本体の方に行くと、後で修正が難しくなりそうなので、この武器から作っていきたいと思います。で、ここにパーツリストがあるので、これでランナー揃えて、切り出していこうかなと思います。これですね。ほとんど ABS みたいなんですけど、前回塗装した時にあんまり剥がれたりとかってことがなかったんで、ちょっと組んでみて塗りたいなと思うようなところがあったら塗装も考えています。はい、組み立ててみました。こんな感じですね。でこれに蓋がかぶさって、このハンマーの先っちょがこう
くっつく感じになってます。でちょっとこんなのとか塗ってみたいなと思います。はい、一通り組んでみたので、塗装してみたいと思います。この辺は手焼きしで仕上げて、これはちょっとゴールドで塗ってみようかなと思ってます。この辺のパーツで、この本体とこのエンブレムは、光沢で仕上げようかなと思ってます。でこのジョイントパーツは何もしないでそのままでいきたいと思います。塗装終わりました。これが光沢で処理してます。あとゴールドで塗ったパーツも光沢処理してます。でこの辺のでかいハンマーの頭のところ、この辺はマットでやってます。じゃあ組み立てていきます。このパーツも塗装しました。
このジョイントがこう入ってます。で、ここが動くと、シャキッチも連動すると、こんな感じです。で、動きます。こんな感じですね。はい、完成しました。こんな出来上がりになってます。塗ったのがこの先のところとこのチューブのところとこのハンマーの先端ですね。で、ここはマットで、この持ち手の部分は光沢にしています。あとこれもマットですね。こんな感じです。結構でかいですね。大きさがこんな感じですね。白芸さんと比べるとこのくらいのサイズ感です。こんな感じ。はい、今回ハンマー作ってみました。次からは頭からちょっとちょこちょこ作っていこうかなと思ってます。ご視聴ありがとうございました。それではまた。